ろです。今日も Vlog の時間がやってまいりました。ヘッドホンプレゼント勢ぞろいでお送りしたいと思います。イエ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 イ。はい、今日はね、リハーサル入ってましたが、はい、はい、あ、どうしたんですか。いや、どうしても私ですね、ええ、昨日お疲れで無事にですね、はい、小坂先生とのライブが終わりまして、お疲れ様でした。終わって次の日ですよね。今日はヘッドホンプレジデントも、はい、いよいよ今週土曜日に迫ってまいりました、はい、デスクのイベント、そうですね、サウンドオブデス、はい、なんと100回記念公演のリハーサルをしておりましたです。素晴らしい、おめでとうございます。おめでとうございます。毎回呼んでいただいてね、ね、なんかどうやらなんか私たち一番多く出てるらしいです、はい、デス君のイベントに。本当になんかそれだからなんか賞状とかもらえるのかな。もらえると思います賞状、なんか賞状トロフィーもらえると思います。あ、デス君から、はい、一番サウンドオブデス出てくれたでしょ。そうです、そうです。あ、期待しちゃっていいの、ね、え、じゃあ私ドレスで行った方がいいかしら。そうですね、授賞式はドレスで。あ、わかりました、ね、じゃあデス君なんか本当にくれるのかな。なんか期待しちゃうよ私としては。もうね、我々殿堂入りということでサウンドオブデス。そうですね、それは手形が、うん、商店街に多分刻まれると思うんで、おお、仙台の、おお、あの道になわけないでしょ何言ってんですか本当に皆さんも。まあまあいいんですよ、はいはい、まあそんな中でね、私ちょっと休みなくですね、はい、ずっとここ最近バタバタしておったんですけど、ね、まあ、無事に私のイベントも終わって、今日その30日のね、9月30日のゲネプロも終わりましたけど、はい、どうなの、なるみさんも。今回もね、たっぷりステージでね、はい、もういつもね、まあ、曲数割と詰め込んでね、結構たっぷりですよ、でも、はい、新曲があるとかないとか、あるとかないとかね、うん、昔の曲が、はい、うん、あるとかないとか、あるとかないとかで、うんうん、まあセット組んでますのでね、はい、いやでもね、うん、多分すごく楽しいと思いますよ本当に、はい、まあ、とにかくね、うん、私が何を言いたいかというとですね、うん、もうサウンドオブデス、本当デス君がね、はい、100回までやるってすごいことなのよ、本当に地方で。すごいですね、うん、それをね、うん、ここまで一生懸命こう引っ張ってきたデス君のお祝いをね、はい、我々ヘッドホンプレジデントも少しでもね、うん、お祝いの力になればと思っております、はい、でね、もちろんチケットまだ発売中なんですけど、うんうんうん、ライブ会場に来れないって方は配信も、うん、あるそうです。嬉しいですね。配信チケットも売ってるそうなので、ぜひツイキャスさんですか。ツイキャスさんですかね、うんうん、ね、なるみさん、そうでしたよね。はい、はい、じゃないですか。本当かよ。はい、じゃない。多分ツイキャスではないかと。で、でもそしてですね、皆さんこれをお忘れなく、なんかどうやらその配信チケットだけじゃなくて、うん、アーティストにドリンクの差し入れ券っていうのがあるらしいんですよ、システム、うん、あれね、結構ありがたくてですね、なんか知らないんですけど、終わったら私のところに結構ビールが並んでるんですよ、うん、で、いや、これヘッドホンプレジデントさんの、うん、人が差し入れしてくださった券ですので、こんだけ飲んでくださいって一人で飲めるわけないんですよ。私しか飲めないでしょ。そうですね。で、あなたたちが飲まないでしょ。私はずんだシェイクを差し入れしてくださいいやお願いします。ひかさん一応言っときますよ、マカナさんのドリンクのメニューにあるものだからありますよ、マカナさん、ずんだシェイクないと思いますね。あります。あ、すいません、マカナさん、このヘッドホンプレジデントギターリーダーのヒロのためにずんだシェイクをドリンクに用意しておいてください。だって枝豆あるでしょ。いや、ないと思いますけど。枝豆ぐらいあるでしょ。いや、そんなもんないの。ないでしょ。だって居酒屋じゃないんですから。そうなの。いや、そうですよ。おつまみでないんです。ないですよ。わかりません。ちょっとそこ確認しないと。ああ、そうですか。ところで、はい、何食べましょうかね、今回。まあそうですね。グルメもね、醍醐味ですからね、仙台は。私はやっぱりお決まりの牛タン食べたいです。ああ。何食べる？牛タンね。広島風お好み。いや、だからそれはあなた広島でしょ、はい、あなた仙台に行くの。仙台の名物にして。あ、はいはい、やっぱずんだ餅。ずんだですね、うん、で、なるみさんは。あ、なんだろうね、なんか大体食べたから、うん、なんか教えてください、おすすめを。それいいですね。コメント欄に書いてください。あ、じゃあそう、このヒロチャンネルのこの動画のコメント欄にね、ちょっと仙台の人おすすめのお店とか教えてほしいですね、ね。私は、うん、ヒロさんはもちろんおはぎです。ああ、いつも差し入れしてくれるね。おはぎが
おはぎ食べに行ってるようなもんですからね。ってことは仙台に住んでいる某秋冬のおはぎ某某、はい、え、アッキーさんからのお差し入れですか。おはぎもしくはまあずんだ、ずんだ団子ということらしいですので、いつも差し入れを来てくださる、お世話になってるアッキーさん。いやいや、そういうつもりで言ったんじゃないですか。ヒロさん、わざわざ言ってます。いや、そういうつもりで言ったんじゃないですか。いや、そういうつもりで言ってますから。いや、すいませんね、本当に。いや、でもね、やっぱりね、はい、楽しみですからね、仙台はね、まあ、ライブももちろんですけれども、はい、なんでね、美味しいグルメもちょっと食べに、ね、堪能してね、堪能して、うん、楽しみたいと思います。お祝いをしたいと思いますので、はい、ということでね、9月の30日、はい、仙台まかなさんでですね、うん、はい、サウンドオブデス、はい、100回記念イベントライブを、ね、行いますので、ぜひ皆さん、はい、本当に遊びに来ていただければと思います、はい、それでは、はい、会場でお会いしましょう。ヘッドホンプレジェントでした。じゃあねー、ありがとうございました。待ってまーす。バイバイ。